忙しい就活生の代わりに企業研究をして入りたい会社を見つけていただくそんなチャンネル「ふかつけチャンネル」どうぞよろしく はい、今回はオムロンですね。オムロンがどういう商売をしているかとか、まあ、給料がどれくらいもらえる会社かみたいな、そういう情報を整理していきたいと思います。で、企業研究すると、まあ、動機につながると思いますし、まあ、人事も社員さんなんで、まあ、自分の会社よく知ってる学生さんとだと、まあ、面接で話も弾むと思いますんでね。で、オムロンといえば、まずイメージできるのは、体温計とか、血圧計、まあ、一般の消費者知ってると思うんですけど、まあ、でも実は稼ぎの大半は制御系ですねで。制御って何かっていうと、機械の知能にあたる部分で、まあ、当たり前なんですけど、 まあ家電とととかかかかロボットとか工場のそそういういい機機械械ってそれ機械だけじゃ動かないで,すよ、ね、で、その鉄の塊の機械にコンピューターでこう動かし方を決めてあげると機械たちがそれぞれの目的に合った動き方をしてくれるって感じで、まあ、それが制御コントロールっていう概念ですね。で、それらに必要なセンサーとか電子部品を作って売って工場の自動化を進めているのがオムロンって感じですね。で、体温計もそうなんですけどあらゆるものをセンサーでまあ計測判別してコントロールして コントロールしている企業がオムロンって感じですね。あとオムロンはま京都企業かと思いきや、実は創業はですね大阪ですね。で今の拠点は京都です。京都ですね。 で、次が給料なんですけど、まあ、内定取れたら将来、まあ、どれくらい給料もらえるかってとこなんですけど、で、オムロンはあの平均年齢が44歳で、毎月月給が51万円くらいもらえる会社ですね。で、去年のボーナスは6月に106万円入って、12月に107万円もらえるって感じで、まあ一流企業の中でもかなり高い方だと思いますね。で、今年はちょっと業績悪いんで、ボーナスもうちょっと下がるかなとは思うんですけど、知らんすけど、で、この数字、まあ月収はですね、有価証券報告書の年収から、 で、ボーナスが日経新聞調べのボーナス。それ引いて割って月中出したんで、こうバチッとこう正確な数字じゃもちろんないと思うんですけど、まあそんな外れた数字ではないと思いますね。あとあくまで本社に採用された人の数字で、なんかオムロンの場合、まあ制御系のところしか本社でやってないんですよね。だから制御事業で働いてる人たちの給料がこの数字って感じです。まあ体温計とか電子部品作ってるところとかは、これはまた別の給料って感じですね。 で、次に創業者からなんですけど、創業者の精神って結構会社に根付きますんでね。まあ、オムロンの、その会社の雰囲気みたいなのが若干わかるかもしれないですけど、まあ、もともとオムロンは縦石電機って名前で、創業者はこの縦石和馬さんって方ですね。で、この方一言で言うと破天荒な人なんですけど、なんか熊本出身で、その後なんかね、神戸県庁の公務員になった方なんですけど、公務員の出張中に、なんか芸者遊びの合流がバレて首になったのかよくわかんないですけど、とりあえずそれで公務員を辞めたらしいですね。で、その後電気会社でサラリーマンとかもやって、 たらしいんですけど、それもやめて、なんかね、チャリで京都、大阪駆け回ってズボンプレスなんか、あのビジネスホテルとかにある、こう、なんか、あのスーツのシワを取るやつですね。あれをチャリで売り回ってたらしいですね。で、その後の島津製作所に勤める友達となんか話した時に、なんかレントゲンを取るための0コンマ何秒測ることができるタイマー。それを開発して、それがバカ売れしてブレイクしたって感じですね。 でその後は電気回路を組む時に使う,こうリレーっていう商品が出力製品になって、まあ、リレーってあのスイッチの中継地点で使う装置みたいなやつなんですけど、まあ、テレビのリモコンでこう電源入れると、テレビの中にあるリレーに電気信号が伝えられて、スイッチがオンになって画面がつくみたいな、そういう感じの製品ですね。まあ、異常な電力変化とかあったら、電気回路から切り離して、動かなくさせる安全装置としてもこう大切な商品ですね。で、オムロンはその後、まあ、自動化をテーマに、電車の券売機とか、えー、自動改札機、 作り始めて、まあ、今でもやってますけど、まあ、その後血圧計とか体温計をやり始めたって流れですね。でずっと経営の調子は良かったんですけど、まあ、その後後発でやったあの電卓で失敗して、まあ、コンサルの大前健一さんに結構有名人ですけど、コンサルしてもらって立て直したもらったことがある会社ですね。 次が今の社長さんなんですけど、山田義人社長ですね。今は58歳の方ですけど、この方ね、49歳で社長に抜擢された方で、なかなか超一流企業のでかい会社で、40代で社長にこうなれる会社って、かなり珍しいですし、面白い会社だと思いますね。で、大阪出身で、同志社大学の経済学部を出て、その後のヘルスケア部門、まあ、体温系のところとかを渡って社長になった人ですね。オム,ラオムロンは、まあ、立石和馬さん以降は、息子さんたち、 兄弟系でやってたんですけど、なかなか普通の企業じゃ創業系以外の若い社長をこう抜擢するのは、こう、やろうと思ってもなかなかできないっすよね。で、オムロンは能力さえあれば、若手でも偉くなれるって会社かもしれないっすね。その次がオムロンの国内拠点なんですけど、働く場所はサラリーマンにとってもめっちゃ大事だと思いますんでね。まあ、京都にあるオレンジの、このピン立ってるところが本社で、で研究所が青いバツ、でこ、工場が紫の丸で、緑が営業所ですね。 やっぱあの、京都周りで事業展開してる感じなんで、まあ、京都で働きたい方、京都周辺ので働きたい方は結構いいかもしれないですね。まあ、ただこれはあの、制御事業だけなんで、他の事業入れると、こもっといっぱい全国各地にあるって感じです。次は会社の大きさですね。オムロンがライバルたち、まあ、業界の中でどれくらいのデカさかっていうとこなんですけど、まあ、時価総額っていう市場から付けられてる企業価値で見ると、オムロンは1兆2500億円ついてるんで、だいたい村田の3分の1ぐらい。 で、TDK と大体一緒ぐらいの会社っていう、そんなイメージですね。で、1兆円ちょっとあれば、オムロンを丸ごと買えるって感じです。で、株価の方は基本的に右肩上がりで、まあ、上げ下げ繰り返してますけど、アベノミクスが2012年末に始まってからは、基本的には右肩上がりで調子はいいって感じですね。 次が業績なんですけど、大体オムロンは売上高が去年で8594億円売り上げて、利益、営業利益が766億円稼ぐ会社って感じですね。まあ、利益率は8.9%なんで、まあそこまで高いわけじゃないですけど、 えっとね、この4年ぐらい前の2015年3月期が一番業績のピークで865億円出てますけど、この時はね、制御系の事業がね、かなり調子良かったんですけど、翌年の2016年は液晶のバックライトの事業、ここで減損出しちゃって現役になったって感じですね。で、これ、この間発表されてたんですけど、このバックライトのところはこう全部売却するっていう流れらしいですね。で、一番右が今年の会社が出している業績の予想なんですけど、まあ、今あの、米中貿易摩擦。 で、まあ、中国にちょっと製品売れ、売りづらくなっちゃってるんで、まあ、現役要素が出てるって感じですで。ただ今年はあの車のあの ECU っていう半導体やってるんですけど、まあ、車の駆動系を制御するコンピューターですね。まあ、それを日本電車にこう、売るんで、その利益が多分ガツンと出るんでもっと増えるとは思うんですけどね。おそらく。 ここが3ヶ月ごとの業績で、まあ、さっきの切り分けただけなんですけど、一番右の直近の決算が、まあ、やっぱり米中貿易摩擦で、下振れてるって感じですね。まあ、もうすぐ、肉ウォーターの、決算が出てくるって感じです。次が PBR と ROE なんですけど、だいたい ROE はいい時で13%ぐらいまでいって、悪い時で10%ちょっと切れるかなっていうぐらいなんですけど、まあ、ROE はかなりやっぱ高いですよね。PBR も、 えー、まあ、かなり評価されてますよね。かなり悪い時でも1.5倍ぐらい切れるぐらいなんで、基本的に2倍ぐらいついてたりしますんでね。まあ、投資家からの評価はかなり高い会社っていう感じですね。 次はオムロンがどこの事業で稼いでるかっていう業績の構造なんですけど、まあめっちゃ体温計のイメージありますけど、体温計のヘルスケアのところ、これ見ると利益の比率は2割ぐらいですよね。営業利益全部で786億円一番下にあって、ヘルスケアのところで130億円なんで、まあ2割切れるぐらいかなって感じですね。やっぱりメインはこのオレンジでちょっと囲ってますけど、ここの制御機器事業のところで利益の8割以上をここで稼いでるって感じですね。 まあとでどんな製品か説明しますね。あと電子,電子部品と産業システムで1割ぐらい。で、この社債のところはもう売っちゃうんで、で、一番右のあの海外の売上比率のところなんですけど、6割海外で売ってるって感じですね。で、海外にも人と工場をたくさん持ってる会社で、まあ、海外出張も多分多いでしょうし、まあ、特に中国、アジアで、えー、3割くらい売ってるって感じですね。 次に事業の説明なんですけど、まあ、入社したらこれらの製品を、ま、研究開発したり、作ったり、英雄分けて売ったりすると思いますんでねで。まずあの主力の制御機器事業からの説明なんですけど、制御機器は、ま、センサーとかスイッチ、リレーで、工場のラインとか製品を作るロボットを制御コントロールする製品たちをこう作ってるっていう事業ですね。まあ、ロボットとかもロボットだけじゃもちろん動かないんでね、それにあのコンピューターを入れてコントロールするみたいなやつです。ファクトリーオートメーションって言われるやつで、大雑把に言うと、 工場の自動化をしている事業って感じです。まあ、IoT でこれからあの工場のまあ受注とか生産とか出荷とかいったそういう一連の作業工程をまあいろんなセンサー、振動、温度、圧力、それらを感知するセンサーを使って制御して自動化する流れを目指すっていうそんな事業ですね。IoT はまずあの工場からって言いますけど、まあ、利益率もここ高いんで、オムロンはこの IoT の実現に向けて力を入れていくっていう企業さんですね。一番のライバルは三菱電機さんですね。 次に電子部品事業ですね。電子部品はまあ制御事業のところのこの部品を作っていたり、次の社会システム事業で使うあの部品を作っているところで、まあ、スマホとかパソコン、タブレットに入っているリレー、センサー、コネクター、それらを作っているところですね。 次は車載事業なんですけど、まあ、ここは日本電産に大半売っちゃうところですね。2019年4月16日に、車載事業のの、オムロンモートモーティブエレクトロニクスって会社、それを売っちゃうんですけど、まあ、この会社は ECU っていう電子制御するコンピューターが得意な会社で、まあ、車間距離とか車線走行とかを制御する、まあ、自動車の核となる半導体みたいのがあるんですけど、これを売っちゃうって感じですね。で、自動車メーカーには、なんかもうなんか OEM とかで、組み立てとかだけをやる会社が、海外多いんで、 まあ中国とかもうある程度こうはめ込むだけで車を制御できるようにした製品じゃないとなんか売りづらいらしくてそれで日本電産のモーターと一体化させた製品を作らないとそのダメなんですってだから売っちゃうんですってでこれからあの伸びる分野で全部売ることはないんじゃないかなと俺的には思ったんですけどまあ売ったお金で工場のファクトリーオートメーションまあ自動化のところに力を入れていくっていうこと,ことらしいですけどね。 次はあの社会システム事業なんですけど、まあ、ここは僕たちがこう駅でよく使うあの券売機とか自動改札機を作ってるとこですね。あんまオムロンのイメージないかと思うんですけど、シェアは結構高くて国内の半分、えー、半分はオムロン製ですね、自動改札機とか。あと ATM とかの決済システムとか、あと高速道路の、えー、道路上のセンサーで、まあ、車両台数とか速度とか、まあ、そうやってあの交通情報を収集して、交通情報を把握して最適な信号を制御をするシステムとか、えー、を作ってますね。 まあ、ライバルは日本信号さんとか、その辺になります。で次がヘルスケアで、まあ、オムロンといえばみたいなそういう事業のとこですね。まあ、体温計とか、血圧計とかを作ってるとこです。まあ、ここも検知って意味で、人間を検知するってことで、コア技術は同じですね。社長さんがここの事業出身なんで、ここは伸ばしていきたい感じだと思いますけどね。まあ、ライバルはタニタとか、その辺ですね。 次が安全性をちょっと見ていきたいんですけど、まあ、入社しても、まあ、内定取れても、将来潰れてしまったら意味ないんでね。でバランスシート見ると、やっぱオムロはね、むちゃくちゃね、健全性の高い企業ですね。現金預金が1000億円あって、実質の借金は0円ですからね、ネットキャッシュの企業です。しかも自己資本比率を見ると 69.、69.5%なんで、これ東証一部の、まあ、有料企業の中見ても、かなり高い方ですね。なんで、オムロさんが将来潰れるとか、そういう心配は全くしなくていいんじゃないでしょうか。まあ、何があるかはわかんないですけどね。 次が社員さんの推移ですね。数の推移です。まあ、上の青いところがグループ会社含めた社員さんの推移で、下のオレンジのところが本体に採用された、えー、社員さんの推移ですね。まあ、両方とも右肩上がりなんで、採用には割か積極的な企業さんだと思いますけどね。次は給料と配属先はどこが多いかっていうところを見ていきたいんですけど、 ちょっとムロンさん特徴があって、まあ、平均年齢44歳で821万円もらえる会社なんですけど、これ本体に採用された方なんですけど、本体のところが、制御系のところが2621でほとんどなんですよね。だから、他の事業のところは子会社で、こっちの子会社のところでやっちゃってるんで、給料までは見えないって感じですね。で、まあ、連結会社のところで、 えー、採用されるっていうのは3万5千人のうち、まあ、こんな感じの数,数字ですね。制御系のところが9900人いて、エレクトロニック、まあ、電子部品のところが8300人いて、車載のところが5 0 0 0人。まあ、ここは多分減っちゃうと思うんですけど、あとソーシャルシステムソリューションサービスビジネス。これなんだっけ あれか、社会基盤のところが2500人で結構少ないですねで。ヘルスケアビジネス、体温系のところは4600人ぐらいいるって感じです。まあ、ただそのここの給料のところはわからないって感じです。本体の制御系のところに入れれば44歳で821万もらえるっていうそんな感じですね。次が大株主ですね。まあ目立った大株主はいないんですけど、やっぱね、京都銀行が入ってますね。 3%オムロンの大株主ですけど、やっぱ京都企業って本当にね、優秀な企業多いんで、日本電産とか村田とかオムロンとかもそうですけど、京都銀行さんね、ほんとね、いいっすよね。大株主で名を連ねてますからね、もうなかなか潰れないでしょうね、京都銀行が一番。まあ、それはいいや。 まあそんな感じで今回はオムロンの紹介動画でした。あんま他の制御系のとこ以外は子会社でやってるんで、外からは見えにくいって感じの企業さんでしたね。まあ、若くて活躍できたり、センサーとか制御系。まあ、この辺に興味なら学生さんは結構いいかもしれないですね。まあ、海外の売上比率も高いんで、海外で働きたいって方は海外勤務の可能性も割かし他の企業さんより高そうな感じですしね。まあ、そんな感じでガスケでした。お疲れ様です。バイバイ。